ヘセ・ロドリゲス・ルイスは、スペイン王国カナリア諸島州ラスパルマス・デグラン、カナリア出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。プロ入り前プレイスタイルや、ドリブルなどの点からクリスティアーノ・ロナウドと比較される。カナリア諸島のラスパルマス・デグランカナリアに生まれ、14歳だった2007年に、レアル・マドリードの下部組織に加入。2011年1月16日、セグンダ・ディビシオン B の UD。 ラスパルマス戦で、レアルマドリード・カスティージャデビューを飾った。2010から11シーズンは、フベニール A で17得点を挙げる活躍を見せ、シーズン終了後には、正式にカスティージャに昇格した。2011年7月には、トップチームのジョゼモーリーニョ監督によって、プレシーズン遠征に招集された。7月17日に行われた、ロサンゼルス・ギャラクシーとのプレシーズンマッチでは、 64分に、ホセ・マリア・カジェホンとの交代で出場し、非公式戦ながら、トップチームデビューを果たした。8月3日の公衆久し対戦では、出場後わずか20秒で、アンヘルディ・マリアのクロスから、トップチーム初得点を挙げた。同年10月2日のラ・ローダ CF 戦では、アルバロモラタのアシストからカスティージャでの、公式戦初得点を挙げたが、 この試合には結局2から4で敗れた。12月6日、モーリーニョ監督によって UEFA チャンピオンズリーグのアヤックス戦に招集されたがベンチを離れることなく試合を終えた。しかし、アヤックス戦の6日後に行われたコパデルレイ1回戦の SD ポンフェラディーナ戦で再び招集されると残り15部の段階でクリスティアーノ・ロナウドと交代し、 公式戦でのトップチームデビューを果たした。2012年3月24日のレアルソシエダ、戦では残り10分の段階でロナウドとの交代でピッチに入りプリメーラディビションデビューを飾った。レアルマドリード2013から14シーズンは新たに監督に就任したカルロアンチェロッティに見出され、正式にトップチームに昇格。ロナウド、カリム・ベンゼマに加え、 新加入のガレスベールという分厚い選手層に阻まれ、出場機会は限られたものの、第10節の宿敵バルセロナとのクラシコでは一の二で、敗れはしたが、途中出場で一種を報いるゴールを挙げるなど、スーパーサブ的な大活躍を見せる。アンチェロッティの信頼も得て、出場機会を増やしていた矢先の2014年3月のチャンピオンズリーグの対、シャルケレイオン戦で、相手選手と接触し、 右膝前十字人体断裂の重傷を負った。この負傷は後に、ヘセ本人がキャリアを変えたと振り返るほどで、2013から14、シーズンの残り全試合と2014から15、シーズンの前半戦を欠場し、2014年12月のコパデルレイ4回戦の上コルネジャ戦で、約8ヶ月ぶりに復帰した。同月に開催された、 フィファクラブワールドカップのメンバーに選出され、優勝メンバーとなったが個人では、長期欠場の影響でなかなかコンディションが上がらず、BBC に加えファビエル・エルナンデスの台頭もあり2014から15シーズンは目立った活躍を見せられずシーズンを終えた。2015から16シーズンは、ベールの負傷。 ハビエル・エルナンデスがレンタルの終了に伴い移籍したことによって新監督となったラファエル・ベニテスの元準レギュラーとしてプレーした。ベニテスが解任された後もジネディーヌジダン新監督の元同様にコンスタントにプレーしたがリーグ戦では先発出場はわずか7試合で控えの扱いに止まった。なお2016年2月18日に行われた。 UEFA チャンピオンズリーグラウンド16の AS ローマ戦ファーストレグで欧州 CL での初ゴールを記録した。パリ・サンジェルマン2016年8月8日、リーグンのパリ・サンジェルマンへ完全移籍することが発表された。契約期間は5年間で移籍金は2500万ユーロと報じられている。シーズン開幕前に中水炎を患い、 出遅れたことも影響して旧試合の出場に止まり、私生活を含めてサポーターから避難を受けた。パリでは出番が得られず、ヘセ本人も遺跡を希望したため、2017年の冬の遺跡市場で故郷の UD ラスパルマスにレンタル遺跡した。契約期間は2016から17シーズンいっぱい。ラスパルマスでは16試合に出場して3ゴールを記録して、まずまずの活躍を見せ、 ヘセ本人もラスパルマスへの残留を希望する発言をしていたがシーズン終了後に PSG へ復帰。しかし2017年夏に PSG が FW の大型補強をした煽りを受け2017年8月16日にプレミアリーグのストークシティ FC へレンタル移籍が決定。ストークでは13試合の出場でわずか1ゴールに止まりチームも降格した。 2019年1月29日、レアルベティスへ、シーズン終了までのレンタル移籍2019年9月2日、スポルティング CP へのレンタル移籍が決定。ラスパルマス2021年2月1日、UD ラスパルマスに復帰した。2009年に U-16 スペイン代表デビューした。2010年には U-17 スペイン代表として、 UEFAU-17 欧州選手権2 0 1 2出場し、準優勝したチームで1ゴールを記録した。2012年にエストニアで開催された UEFAU-19 欧州選手権では、7月6日のポルトガル戦でハットトリックを達成するなど、グループリーグだけで4得点を挙げた。また、決勝のギリシャ戦では、大会5点目となる。 決勝点を奪って優勝に貢献し、自身は5得点で大会得点王に輝いた。2013年にトルコで開催された2013フィーハユーマイナス20ワールドカップでは5得点を挙げ、ブロンズシューズに選出された。2014年、レゲトンユニットビッグフローのボーカルとしてデビューし、ラマノアリーバをリリースした。同年11月以降は、 JM 名義でソロ活動を行っており、2015年6月に JM 名義では初となるシングル、ヨサビアを発表した。ありがとうございます。